はい、毎度大きにねカッツです。暑かったり寒かったり、寒くはないけどね、暑かったり涼しくなったりね、この頃不安定だよね。こう暑くなってくるとね、そば食いたくなんだよね。そばといえばね、遠野の子だよね、伊藤屋さん。読み方はね、伊藤家なのかな、どっちなんだべね。だだだ、風もあんだね。風1680円だ、すげえな。読み方ね、やっていくとラーメン屋さん見てたし、蹴って言うとなんかテレビの番組見てたがね、どっちなんだべね。入っていきなりね、動画撮っていいって聞いたら、あ、いいですよってことになって、回してますね。で、今回はね、これね、お寿司セット。お寿司食いってなと思ってね、お寿司セットにしました。で、母ちゃんはこれね、サラダそばっていうね、サラダが乗ってくる、冷たいそばかな。お寿司はね、こんな感じ。マグロとホタテとエビだっけね。うまかったな。この小鉢がね、出てくんだよね。これ、わらびの煮物だね。そばはね、こういう風にこう、田舎そばっていうのかな。俺、よくわかんないんだけど、こう、粒々がある。全粒粉っていうか、わかんないけどね。そんな感じのね、そばで、風味が強いよね。プーンと、いい匂いなんだっけ。この一発目のね、このそばだけ食べるっていうね、これがね、運命だっけよね。で、わさびで食べて、そばとね、わさびの風味だけで食うっていうそばね、家でも、あれだよね、普通の乾麺で茹でるそばでも、一番最初のあの水で締めた時の水そばっていうのが運命よね。そんなような感じでね、こう酢の味がするっていうかね、好きだな。これって何食べるの？で、ちょっとこうネギをね、ちょろっと入れたかったんだけど、ごそっと出てしまってね。でもね、これもまたよし。うめんだよね。あ、ところでね、オープニングの映像っていうか、チャンネル名をね、変えっかなと思って、グルメ動画何動画にすっかなと思ったんだけどね、ポコッツォチャンネルっていうね。ごちそうのことをね、山田弁ではごっつおとかね、おごっつおって言うんだよね。で、そのおごっつおチャンネルにしてみっかな、今回はね。で、まあ余談だけど、いつもの、ドライブ動画とかはね、ここらの様子チャンネルっていうのにしてみっかな、なんてね、ざっと考えたやつが妄想してんだけどね。これね、これわらびの煮物ね。で、サラダもあってね、やっぱり遠野さすがだよね。この母ちゃんのはこの釘がついてきたんだけどね、いや、うまかったな。この手作りのね、煮物がつくっていうのはね、最高いいよね。やっぱりね、遠野っていうところのね、この風土っていうかね、いい感じなんだっけよ。お兄さんの雰囲気もね、お姉さんたちのね、こう雰囲、なんだ、お姉さんたちのこう対応っていうかね、応対っていうか、すごく自然でね、すごくね、ここは居心地がいいんだよね。お客さんもどんどん入ってきて、こうどうかなと思ったけどね、ここ奥の方にもお座敷があってね、ここ今座ってる席は入り口のすぐそばなんだけど、ちょうどいい感覚っていうかな、空気感つんじゃねえな、こうちょうどいいね、雰囲気っていうか感じで、こう感覚が取ってあってね、近すぎず遠すぎず
のお寿司もね、あの運命だっけ、ちょっとね酢飯はね弱めたんだけどね、ちょうど人肌ぐらいの温度で、あのネタのねこうシャリがねちょうどこうくじの中で混ざり合う、ちょうどこう握り加減っていうんだが、あのマッチっていうかね、こうすごくねうまかったな。卵ね、巻き目がついててねいいんだよね、優しい味でね卵。このそば湯がね落ち着くよね、最高にね、ほっと一息っていうかね、いいよねこのそば湯はね。コーヒーがねセルフで あって、このコーヒーもね入れたてだったんだけどね、うまかったな。いずれ遠野はねこう空気感っていうか、フード遠野のねフードがね、このお店にねあってね、なんとも言えないこう雰囲気なんだよね。すごくねなんかね居心地がいい店なんだっけね。これが麺系よね、ソフトクリームのね。はい、ということでね今回は遠野の伊藤屋さんでね、運命そば食ってみたっていう動画でした。今回はねこの後もう少しちょっとだけ続くっけね、もうちょっと見てっけでね。帰りにねそうだジェラート食ってくがあって、上郷によって、ジェラート食ったんだけどね、このお店の人もね動画いいっすかって言ったら、あどうぞっていう感じでね、で撮らせてもらいました。これジェラートっていう、俺はね個人的にはねちょっと柄でねなと思ったけどね、でもねこの上郷のこのジェラートだけはね、ここだけはうめえ、本当にうめえ。これのはなんだっけ、くるみホワイトだったっけか、これ。あ、じゃあ、ラムレーズで、一スプーンだけね、サービスしてもらうんだよね。はい、すいません。くるみホワイトプラスラムレーズで、母ちゃんのはなんだっけ、チーズだったっけか、クリームチーズと塔のブルーベリーにキウイミルクをつけてねっていう感じだったかね。ということで今回はここらまでね、またねどっかもう一度行ってみてがね。ということでじゃあね、またねー。